はい、どうも、こんにちは。沖縄ばばです。はい、ミケタンが起きたようですね。<laughs> はい、えー、体なめなめ、せっせせっせでございます。はい、えー、皆さんね、ちょっと気になるニュースが入ってます。これね、本当に私、あの、気にしてた方がいいと思うんですけど、ぽい見気にしてた方がいいと思うんですけど、えー、地震です。 はい。えー、まあネパールでね、すっごい地震があったみたいですね。120人以上がもう4しているというね、えー、地震が報告されております。でもって気になっているのがあ、日本の異常気象ですね。はい。今、夏日が続いてますけど、沖縄はね、夏で当たり前なんですよ。12月まで暑いんで、沖縄はね。なので、えー、 まあ、沖縄夏日なのは当たり前なんですけど、姉帯なんでね、沖縄はね。えー、ただし、内地の、内地がね、えー、異常におかしなことになっていると。はい、えー。また喧嘩が始まりましたね。これ、これ、これ、これやめなさい。ね。はい。えー、みさん逃げてきました。はい。まあ、そういうことで、あのー、異常気象ですね、えー。夏日が非常に長いと。 えー、おかしなことになってますよっていうことが、あ書かれておりました。なんか、蠣ですね。蠣が出荷できないようです。はい、えー、蠣あのー、果物じゃありませんよ。海産物の方の蠣です。でもって、この異常気象でトウモロコシがあ2回目できていると。はい、トウモロコシですね。こちらの方が2回目できていると。えー、まあ,あ、そういう、まあ、異例ですよね。 異例の異常気象になっているようです、えー。こういった異常気象の時ってね、地震あるんですよ。結構大きな地震があったりします。なので、あの、気をつけてください。いや覚えている方もいらっしゃると思うんですけど、あのー、3のね、 3の10プラス1ですね。3の10プラス1のあの時のね、東日本のね、大揺れの時ですね。あの時もちょっと異常気象っぽかったですよね。はい。異常気象っぽかったです。なので、こういうね、異常気象の時は、あ地震には注意です。はい。えー、ネパールで、えー、昨日ね、 えー、大きな地震があって、えー、でもねマグニチュード6ぐらいなんで、えー、まあね、えー、日本から見ればマグニチュード6ってって、うん、まあそんなね大きくはないんですけどでもあれですよねあのー、震源の深さによってはかなり揺れるんで。 これもうーんって感じですよね。震源が浅いとね、マグニチュード六でも結構被害出ますからね。えー、なんで、えー、これも気をつけた方がいいなと思ってます。はい。えー、地震がね、いろんな世界中で、えー、起きるようになってます。で、日本でも、えー、まあ結構ね、えー、起きてるんですよ。報道はされてませんけど。マグニチュード六クラスの地震が結構、 こう起きてるんですよ。もう一ヶ月でもう数回起きてますね。えー、でもまあ、震源がね、えー、深かったり、あの、無感地震だったりとかで、あまり報道されてません。はい。えー、なんでこれ日本もね、本当にこれ気を引き締めて、えー、防災の方ですね、えー、やっていかないといけないです。もうね。はい。えー そういうことでございます。皆さん、あの、もう手綱を締め直してください。はい。えー、まあ、お水ですね。はい。あと、防災の備蓄の方です。防災備蓄の方。えー、もう一回確認してください。これ結構重要だと思います、私は。はい。お水です。お水。はい。お水はね、まあ、水道水でもいいと思うんで、えー いわゆるね、えー、ダイソーさんとかにまあちょっとお金4 5 0 0円ぐらい出さないといけないかもしれないんですけど、えー、20リットルのタンクあ売ってます水タンクあれにあのー、いっぱい入れとけば、えー、結構なんとかなるんじゃないかなと思ってますなので、えー、皆さんねここら辺きちんと準備してください あと、飲み水ですね。飲み水はもうね、あのー、ペットボトルの水でも何でもいいんでえ、とりあえず買っておいてください。ペットがいる場合はあ多めにご用意ください。はい。えー、これね、本気で、えー、準備しないとどうやらいけないんじゃないかと私は考えております。 はい、えー。世界中あちこちで大きな地震があって結構被害が出ております。えー、日本も実は報道されないだけで、まあね、レッサーさんとかューさんとか見て,見てる人はね、分かってるとは思うんですけど、えー、結構大きめのマグ,マグニチュード6クラスの地震があちこちで起きてます。なので本当に備えてください。 はい、大きな地震が来たらねえ、まあ、あの震源地でないところでもね、えー、停電したりとかあそういうことがあるんでね、えー、こればっかりは本当にあの日頃の準備がものを言うことになります。でもってですね、えー、震源地だった場合はあ建物の倒壊がある危険性のところからはね、えー、離れるというとことですね。 建物倒壊の危険性、あとね、あのー、地盤沈下ですね、いわゆる液状化、あまあ、液状化しない地区に住んでる人は大丈夫だと思います。はいえー、埋め立て地とかね、埋め立て地とかね、えー、そういうところはちょっと危ないんで、えー、本当に注意が必要です、あのー。ハザードマップなんかを見直しといた方がいいです。はい、まあ、そういうことなんで、えー、これね、 えー、本気で、えー、災害、災害に対して備え、これほちょっと本当に気合い入れてやってください。よろしくお願いします。世界中でお、あのー、本当に、あのー、自然災害が、ね、多発しております。はい。えー、なので、えー、絶対的にこれ注意しといた方がいいと思います。 はい後悔、えー、先に立たずでございますなので、えー、備えあれば憂いなしとも言いますのでね、えー、準備だけはしっかりお願いいたしますそれではこちらの記事もね貼っておきますので皆さん見に行ってくださいよろしくお願いいたしますそれではまたごきげんよう沖縄おばばでーした